今日は皆さんに私からお伝えしないといけないことがありまして、今日は佐藤さんではなくてちょっと先生に、先生が横にいるんですけれども、先月に私旅行に行ってきたんですけど、実はその写真を撮られてしまいました。結構南国に行ってきたので、海での写真であったりとか、あとそのホテルの部屋の中にいる様子だったりとか、そういう写真が結構その世の中に掲載される、出てしまうということが、もう止めることができなくなってしまいまして、決まってしまいました。はい、私は普段アナウンサーとして活動をしているので、なかなかそう皆さんにこう普段お見せしないような姿をお見せすることにはなってしまうかなと思ってるので、ちょっと皆さんがこうどういうふうに思うかなっていうのがすごく、今心配というかちょっと不安の気持ちがあるんですけど、今日はその私の個人的なお話なので、佐藤さんには横にいてもらうのはちょっと申し訳ないなと思って、今こうやって一人というか、ちょっと撮らせていただいてるんですけど、結構多分かなりの枚数写真が出ると思います。本当正直こんなにたくさんの写真が出るとは思ってなかったので、私はもう写真見たんですけど、結構多分びっくりするだろうなっていう写真がたくさんあります。で、ちょっともう出ることは決まってるので、先生写真見た？見ました。はぁ、とかに皆さんに、なので、ちょっと今前に佐藤さんが実は見守ってはくれてるんですけど、はい、佐藤さん大丈夫ですかね？大丈夫か大丈夫じゃないかって言われたら多分みんなはびっくりするよね。しますよね。結構結構大胆な姿だったからね。ごめんなさい、笑っちゃったから。大胆な姿になっちゃった。どけどけ。すいません。何笑ってんねん。おい、謝罪。何笑ってんねん。謝罪ちゃうか、お前。大胆な姿やろ。こう大胆な写真なんですよ、本当に。めっちゃ撮られました、写真。何やってんだよ。いや、ちゃんと言えば、撮っていただいたんです。撮っていただいたの？撮っていただいた。やらせ。いやいや、もうカメラマンさんに撮っていただいて。え、な、写真集？写真集出しまーす。そうなんですよ。どうですか、皆さん。皆さんへのドッキリです。はい、佐々木チャンネルはね、みんなにドッキリさせようっていうね。そうですね。そうどうでした、最初の私。もう笑わないようにめっちゃ耐えたんですけど。よかったと思うよ。あ、本当ですか。入念なね、打ち合わせをして、はい、嘘はついてない。嘘はついてないのよ。沖縄に行ったんでしょ。はい、沖縄で写真を撮ってきまして、あと都内でも撮ったんですけど、で撮られてね、はい、でホテルの中でも、ベッドの上でも撮ってね、撮って、で大胆な姿で、大胆な姿で。話なのが、もともとオファーいただいたの1年半ぐらい前なんですけど、なんとワニブックスさんから出すんですけど、編集さんがこのチャンネルの
超絶ファンなんですよって、うん、らしいね、はい、あ、聞きました。うん、うん、なんかそうなんですよ、すごいファンで、うん、ぜひやりませんかって言われて、うんうん、で、まあ、でもその当時はいや出すところもないし誰が見たいんやってちょっと思ってたんですけど、うん、ではどのような心境の変化で、それが、うん、まあ、私事務所も変わったんですけど、うん、またそれでもまたオファーしてくださって、うん、やれないですかって、うん、で、まあ、一回話してみようってマネージャーさんともなって話したら、うん、結構その熱い思いとか、うんうんうん、マネージャーさんに、うん、袴田ちゃん主役になれる仕事ってなかなかないんだよ、うんうん、写真集って本当に自分が主役だからすっごく楽しいと思うよって言われて、うんうんうん、確かにな、と騙されて、騙されてないです私、まあ、新しいことやってみようかなっていうのももちろんあって、うんうんうん、当初こんなに写真撮る予定じゃなかったっていう感じのカットまで結構撮ってました。そうなの、はい、あら、じゃあもうヌーさん、いや、ヌーさんまではヌーさんってどこからがヌーさんなんですか。それはもうみんなが見ててね、確かめてもらいたいよね、はい、ヌーさんかどうか。そうですね、写真ちょっと見ます、うん、裏表紙に使う写真ちょっと、うん、あのインスタとかでもこれを使おうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、しかも俺袴田さんの写真集の帯だからね。そう、私がお願いしまして、うん、そうそう、もうイメージできてるから。うわ、まだ見てないけど、あ、嬉しい。だからその担当の人が来て、さつきチャンネルいつも見てるんですって、はい、あ、言ってました。私言ってたこうちゃんと全部見てますよ。そうなの、うん、あら、じゃあ次俺かな、あ、写真集。あ、おとか言って、誰、おってなんだよちょっと待って待って、俺ちゃん次写真集。え、うん、でも佐藤さんが写真集出したらちょっと見たいかもしれない。見れるかもしれない。え、見たくないですか。見ちゃいますよ。見ちゃいますよね。え、どんな写真撮ってるんだろうって見ちゃいますよね。写真集ちょっとあれやな、まず全身脱毛しなきゃいけない。リアルを出すのがいいんですよ、ね、そうなの、はい、これ裏表紙です。あら、あーこれいつ発売で。これはですね、12月10日私の誕生日に発売することになりました。おやったー。で、お値段は、お値段が多分3000円かなっていう今設定になって、うんうん、安いなのかは分かんないけどそうですね、だって俺写真集とか買ったことないからな。楽天ブックスとかで1位になっちゃうんちゃう。そうですね、アマゾンとかで、なったらいいな。まあアマゾンでも買えるしワニブックスさんからも買えるんですけど、あの都内でイベントも12月10日に。そうなの、はい、同じ姿で。いや、同じ姿ではさすがに同じ姿は、あの投票1位のカットで登場しますみたいな。ああ、おー、うん、どうします全裸だったら、うん、いや、それ喜ぶよ、来てる人は。いやいや、投票とか一応今のとこないんでね楽しかったですか。いや、めっちゃ楽しかったんですよ、うん、本当に。でも、何もつけてなかったら見られるじゃん。紙面には載らなくても、撮ってる人とかに見られるね。あー、でも見えてるんじゃないですかね。ねえ、いや、でもやっぱりそういうところのプロの方々がいっぱいいるので、うんうん、全然安心感しかなかったです。そうなんですか。はい、結構、際どいポーズとかいっぱいしましたよ。うんうん、うん、それはもうあの、カメラマンの趣味かもわかんないよね。あ、見たいな、ちょっといや、でもあとある体の部位をめちゃくちゃ褒められたんですよ、うん、そうなの、うん、嘘なのに。嘘じゃないと思う、多分嘘じゃないと思う。あれじゃない、胃の形最高だねいやいや、見えないわ胃の形いいねあの、もうちょっと表面的な部位なんですけど表面的な部位なの。表面的な部位をすっごい褒められて、うん、なかなかグラビアアイドルでもここまでの子いないよって言われるぐらいある部位を褒められたんですよ、うん、そうなん。じゃあ言っちゃうと、うん、あのすっごいお尻をすごい褒めていただいたんですよ、うんうんうん、だからもう、まあ、すごいネタなんですけど、うん、うわこれは金のなる尻だねとか、うん、じゃあ金のならない尻、どんな尻かって、うん、でもやっぱりなんか何服着ても、うん、後ろ向いてって言われるようになっちゃって、うん、なんか腹で出るから後ろ向いてってお腹出てない結構頑張ってボディメイクしたんですから。そうなの、はい、まあ、でも普段本当に見せないような写真なので、うん、ね、ぜひ皆さんね、はい、買ってもらってね。で、基本的にはもう写真集はこれ一冊にしようと思ってるので、うん、大丈夫大丈夫、また2回目来たら行きますって言うから。いや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 、いや、そんな、俺らね、あ、岡崎チャンネルで。面白い。そうなん、佐藤さんカメラマンで。脱いで、はい、じゃあ脱いでちって金のなる腹だね腹黒いねって見えてるよって。いや、カメラマンさん結構見えてますから、うん、佐藤さんにちょっと撮られるのはちょっと恥ずかしいですね、さすがにね
ね、いやでも面白いですね、うん、佐藤さんの写真集とかなんか作ったら面白いですね。くるんちゃんワニボックスさんから俺オファー、佐藤チャンネル見てるんでしょ、だからこれも見てるわけでしょ。見てます見てます、絶対見ると思います、ね、受け付けてますよ。はい、じゃあ来年か俺。おね、おどこで撮りますか。そうやな、ジャングルとかな。あいいやろ。ちょっと想像できちゃった。うん、ジャングルがいい。いいですね。やっぱジャングルやろ、やっぱりな。あ、ジャングルいいですね。自然の中の一体感みたいな。だからもうちょっとデザイン性入れてね。はい、うん、単体じゃなくてもうデザイン性で。はい、ほらイメージできてきたよ。はい、ワニボックスさん待ってますよ。あ、ちょっといいですね、うん、まあでもまあね、はい、俺のは声かかってからだけど、はい、高間さんのもう出るからね。はい、あの12月10日に発売して、あの予約が始まるんで、よかったら皆さんあの見てみてください。いくらやるか、多分今日ぐらいから予約できるようにはなると思うので、うん、あとわけわからなくなったら高間さんツイッター見てください。あ、そうですね、あの、はい、ツイッターとかインスタに必ず告知するのでそちら見てください。それでは、はい、高間さんの大胆な姿を皆さん、はい、見てあげてください。はい、お願いします。